カルロス3世は、ナポリシチリア王、ノッチ・ボルボンの朝のスペイン王。スペインの啓蒙先生君主と言われる。ボルボン・スペインのフェリペ5世と、その2番目の妻パルマ公女エリザベッタ・ファルネーゼの間の長子、フェリペ5世の第5子として生まれる。フェリペ5世には、先輩の子フェルナンド6世があった。このため母の尽力により16歳で、パルマ公となる。 ポーランド継承戦争が起こると、フランス王類15世の支援を受け、兵を集めて1734年、オーストリア領シチリアとナポリを占領した。南イタリアは13世紀から代々スペイン領であったが、先のスペイン継承戦争でオーストリアに奪われた土地であった。優れた人材を登用し、海軍をはじめとする軍職の整備、公共事業に、 数々の改革を実行した。若くして、軍事的に成功を収めたとはいえ、軍事はさほど好まなかったと言われる。1735年ナポリ王、シチリア王に即位してカルロ7世及び、カルロ5世となる。当時、ナポリとシチリアは別々の王国として扱われたが、実質的にはこの時、両シチリア王国が成立したと言える。1759年、 イボアニフェルナンド6世の死去により、スペイン王即位のため、ナポリとシチリアの王位を8歳のサンマンフェルナンドに譲る。ナポリをフェルディナンド4世及び、シチリアをフェルディナンド3世である。スペイン王即位後、イギリスと対抗するため、7年戦争では1761年に、ブルボン家同士の家族協約を結んで、フランスと同盟した。 7年戦争終結後のバリ条約では、北米のフロリダをイギリスに乗与し、フランスから代償として、ルイジアナを割上される。後に、アメリカ独立戦争が起こると、再び、フランスに加担して、イギリスに宣戦線し、1783年にフロリダと、ミノルカ島をイギリスから脱回した。国内的には、啓蒙君主として、カトリック教会の勢力を抑制し、 穀物貿易の自由化を図ったが、パン価格の高騰により、パン暴動が頻発した。カトリック教徒であったが、1767年にスペイン領土からイエズス海市を追放したことで、バチカンとスペインの間に緊張関係をもたらした。一方ではペルーをはじめとした中南米諸国の独立への動きを抑えることはできず、植民地政策は破綻をきたした。 現在マドリードにある歴史建築物の多くは彼の時代に建設された。君主としてそれほど優れた素質ではなかったが、正確には誠実さがあり、大臣の選択には賢明であった。啓蒙君主としてスペインの国力をある程度回復させた。国力の低下により荒廃していたマドリードを再開発、プラド通りやシベーレスの噴水など現在にも残る。 近代的街並みを整備したことはその恒例である。気晴らしに狩りを好んでわずかな友を連れて、山屋を歩き、身なりの良い人に出会うと帽子を取って挨拶し、低い身分の者にも軽く会釈をしたと言われる。ナポリオー及び、シチリア王時代の1738年、ザクセン選定貢献ポーランド王アウグスト3世の、長女マリアマリア・フォンザクセンと結婚した。 二人の間には13人の子が生まれた。フェリペ5世のスペイン王位継承をめぐって勃発した、スペイン継承戦争の際、オーストリア・ハプスブルク家のカール大公が一時、スペイン王カルロス3世を称していた。ありがとうございます。